激戦必至のトーナメント、2回戦第2試合、スコット・ノートン、VS、橋本真也。しっかりと間を取ります。この試合は両者にとって、2試合目になるわけだからな。始まりは静かでも決まるのは、一瞬かもしれないぞ。自らヘッドロックを解きました。ノートン怒りの表情で詰め寄る。それをいなして場外へ投げ落とした。ブレインバスター、投げ入れた。橋本には何か策があるのだろう。ノートンは太陽川線で腰を痛めているからな。これもその一環かもしれない。力で振り切った。しかし腰が辛そう。逆水平、打撃中心で攻め立てていく。ノートンの打撃は、波のレスラーでは到底耐えられない代物だからな。橋本も早く流れを変えたいところだ。変な匂いがプンプンする。ドテッパラにハンマー。橋本もんどり打って場外へ。二連発、ノートンが隙を見せてくれないな。かなり冷静な立ち回りだ。場外にロープブレイクはありません。こっち来たー。うわー、解説のマリサが衝撃で吹っ飛んだ。やばーい、ヤバタニエーン。失礼取り乱しました。マリサは大丈夫です。うつ伏せだけど、頑丈な子ですから、うつ伏せだけど、トップロープからの、重爆ドロップキック、ノートンの表情が一気に曇る。が、まだ目は死んでいない。ノートンの回転力が上がる。ラリアット、カウンター。そんなに腰を反って、大丈夫かー。もう痛みは感じてないのだろう。獣の雄たけびだ。ちなみに私は、痛い。中腰のマリサー。串刺しのショルダー。橋本の頭が上下に、激しく揺れる。なだれ式、行くのか？不安定な体勢、行くのか？危なーい。トップロープからの、なだれ式、垂直落下の、ブレイン、バスター。カウント3、これはさすがに、返せない。満身創痍の体でなだれ式とは、仕掛けた側のリスクを承知で、放ったのだろうが。ああ、橋本、試合はもう終わっています。ふふふ、潰し合え。普段ならこんなことでは起こらないが、すっ転んだんだ。パンツ丸出しで、えらいこっちゃやで、はははは。リングの内外で大混乱、マイク切れ、カメラ向けるな。はははは。ご視聴、ありがとうございました。はははは。はははは。はははは。